4月にやるはずのものがようやく今日実現しまして、大変嬉しいと思っております。何しろねコロナ騒ぎでこういろいろやることが全部なくなっちゃいましたので、自分で、自発的にソロピアノの、収録なんかしてましてね、これが後々レコードなんかになればいいと思ってる、そんな具合です。今日やりますのは、配信していただくのはセカンドセットなんですがね、ここでもいろいろなことをやろうと思います。いつもと違ったことをね今日は急にやりたくなりまして、スタンダードナンバーのねT42 をやっちゃおうかなとか思ってたり、それからあとはちょうどこの時期になったので、親友のテナサックスの武田和則、彼の命日が 2,3 日前でした。それから同じく富樫正彦パーカッショニストの命日が本日なんですね。でどうしてもこれは忘れられないので、その2人にちなんだ曲を、やはりやろうかと、思っているわけです。今日にあたってなんだかいろんなことが即興的に出てきているというようなコンサートになると思います。こうして姿を見ていただくのが何よりですので、ここからいろいろと感じ取っていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。